はい、今日はトイザラスオリジナルのシビックタイプ R 買ってきました。はい、よし、これ開けよう。楽しみだ。お、どうだ。すごいかっこいい。かっこいいぞ。捕まりそうだ、ギギョー。いや、まずこのもらさえすごい。アイディア、どんな意味で、もう一台。はい、これはトイザラスオリジナルのホンダフィット1.5チャレンジカップ仕様だね。これ、前買ったけど開けるの忘れてた。見てみよう。まだあったの？そう、これも前買ったけど開けるの忘れてた。綺麗だけど。わー、すごい。どんな感じ？すごい。すごいでしょ。で、どういうこと？これどっちが速そう？どっちも速そう。どっちも速そうだね。うん、ちっちゃくて長い。そうだね、シビックタイプ R の方が長いね、ちょっとね。こう、あ、そうだね、フィットの方は後ろが開くね。こっちはね、そうだね、ボンネットが開くね。ほら、開いた。ドア開けてレース一回したの？ドア開けてレースしたら危ないんじゃないか。うわー、こう、あ、出ちゃった。だから部品が部品、出ちゃったの。よし、じゃあシビックタイプ R の方見せて。こっち、はい、はい、じゃあシビックタイプ R の方詳しく見ていこうかな。正面のところにはタイプ R の赤いエンブレムだね。ボンネットのところにはタイプ R って書いてます。ホワイトのボディカラーにチェッカーフラッグのデザインがされてるのかな。かっこいいね。で、ルーフの部分にはホンダの H です。で、後ろの部分にはホンダの H の、ここにもタイプ R のエンブレムある。ここもタイプ R って書いてます。リアウィングはちょっと樹脂パーツっぽいね。で、タイヤの部分はホイールのリムの部分が赤のメタリックだね。で、タイヤは当然サスペンションがついてます。で、あとボンネットの部分が開くのかな。お、ボンネット開きました。中のエンジンタイプ R だから赤にカラーリングされてるね。このドアの部分にニュルブリンクって書いてあるから、これどっかのサーキットの名前かな。いろいろあるね。ここ数字が書いてあるから、これはいろんなコースのタイムなのかな。かっこいいね。はい、じゃあもう一つ見せてください。もう一台、これはトイザラスのフィットチャレンジカップ 1.5 ってやつかな。 RS 仕様です。で、これはかなり前に発売されたけど、これてるちゃん買ったのに開けるの忘れたね。なんで忘れた。ボディの正面から見るとフロントのエンブレムはホンダのマークがあって、横に RS ってこれ書いてるのかな。フィット3番で、ボディの上にはストライプのオレンジのストライプです。横にはフィット RS 3番だね。で、リアの部分にはホンダレーシングって書いてます。このタイヤはノーマルで、ホイールはブラックだね。で、当然サスペンションついてます。で、あとは後ろのテールゲート開きます。これもレーシング仕様、かっこいいね。位置についてよーい。なんで2台とも飛んじゃったの。ここはサーキットですか。ここは街の道路じゃないですか。だってここ歩道あるよ。止まれって書いてあるから、ここで止まらないといけなかったんじゃないの。一旦停止です。位置についてよーい。ここは公道です。パトカー行きました。シャッフえおいやパトカーやっつけちゃダメじゃないの。じゃんじゃんってタイプ R よく見たら色がホワイトよりもちょっとクリーム色っぽいね。ちょっとよく見てみよう。2台並べてみるとフィットの方はやっぱりボディカラー白だね。真っ白だね、この部分ね。これあれかな、チャンピオンシップホワイトっていう色かな。タイプ R のね、かっこいいね。おいやいやいや、クレッシュしちゃった。いや、大変、助けに行こう。パトカー登場、シェリフです。街中ではレースはしてはいけません。
パカーを助けに来ました。シビックダイパールとフィット RS だね。どうだった？楽しかったです。楽しかった。こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは。はい、はい、押すだげる。で、じゃあこれ両方ともサーキットの車だね。うん、どっちが勝ってるかいの？そうだね、どっちが勝つかな。どっち、こっち速そうだね、結構。結構速そう。じゃあ赤、ここは赤だし。強っ、僕は速い。あれ、あれ、じゃあ今度サーキット行ってみる。うん、見るだけ、うん、サーキット乗らないの。うん、パパだけ乗る。そうだね。子供は乗れない。そうだね、子供はまだ乗れないね。4歳じゃ乗れないね。今はペルちゃん、ペルちゃん4歳。え、何歳？5歳。勝手に1歳年上になったぞ。じゃあてるちゃん、今日もよく遊びました。まだ4歳です。バイバーイ。はい、じゃあてるちゃん、今日もおしまいです。バイバーイ。なんだそれ。